宮古高等学校は沖縄県宮古島市平良座西里にある県立高等学校である。略称は宮古を。1928年に開校した沖縄県立第二中学校宮古文校を前身とする。翌1929年に宮古中学校として独立。1948年の学生改革の際に宮古高等学校となった。 2013年に創立85周年を迎えた。普通科は宮古島市全域、理数科は沖縄県全域となっている。当該からのアクセスもよりのバス停もよりの道路交渉、観覧の葉と三本の矢を組み合わせたものを背景にして、中央にこの文字を置いている。三本の矢は、里市、人市、イサムの三精神を、観覧の葉は、旧約聖書、 創世紀のノアの洪水の伝説に由来し、平和、栄光、新しい文化の到来を表している。硬貨作詞は宮城敏夫、作曲は中田里聖吉による。歌詞は3番まであり、1番に孔明の宮高が登場する。3学期生1学期2学期3学期サッカー部は2001年1月に第79回全国高等学校サッカー選手権大会に、 初出場。丸岡高校と対戦し、1対1になるも PK 戦で敗れている。南修道総会と称している。関東、沖縄、宮古に支部を置く。2011年に、交渉にちなんだ、観覧という名称のリーフレットを発行した。また、前身の宮古高等女学校、宮古女子高等学校については、宮古高等女学校、 宮古女子高等学校同窓会が存在していたが、2015年6月に活動を終了している、政治芸能アナウンサースポーツ。ありがとうございます。